どこから始める？じゃ、行こう。どういうことなんだ、ニーナ。知らないんです、本当に。お母さん、どうして。お母さん。追憶の宝物事件。農作物輸入自由化交渉のため、昨日急遽来日したエリック・ガムラン・セシリア共和国通商大臣は、記者クラブの質問に対して、農作物ね、マギなら大歓迎だけどよ。予想以上の成果だったと答え、日本政府と関係省、だからって飲ませてもらえる量が増えるわけじゃねえけどな。もうお父さんたらそれしかないんだから。協力を求めるよう訴えました。ガムラン通商大臣が来日したのは今回こういうパツキンの綺麗なお姉ちゃんだって大大大歓迎だよ。政府の間では多少の混乱も見受けられましたが、今回の結果には関係者もほっと胸を撫で下ろす形となったようです。はい。なお大臣はこの後もしばらく日本に滞在して、ミスターモーリのオフィスはこちらでよろしいのかしら。この人、まさか本当にさっきテレビに出てた。どうしたのコナン君。あ、ごめんなさい、ちょっとぼーっとしちゃった。すみません、あなたがミスターモーリですね。ああ、そうですが。はじめまして、私はケイト・ローレンと申します。あの、ひょっとしてケイトさんって今来日してる。はい、ガムラン大臣の秘書を仰せつかっております。おいおい、マジかよ。でもよかったですわ、ミスターモーリにお会いすることができまして。世界的にも有名な方ですから、ご多忙ではないかと不安だったんです。世界的にも有名。おい、ラン、何してるんだ。ケイトさんに早くお茶でも出さんか。何よ、お父さん、突然偉そうに。相変わらずお世辞に乗りやすいこと。ささ、立ち話もなんですから、どうぞこちらへ。どうぞお構いなく、こちらで結構ですわ。わかりました。では早速、この私、毛利小五郎がお話をお聞きしましょう。で、ケイトさん、この私にお話というのは。実は人を探していただきたいのです。ミセス・ミサコ・ガムラン、75歳、セシリア国通商大臣ミスター・エリック・ガムランの義理のお母様です。ミサコ、日本の方なんですね。50年前移民としてセシリアに渡ってきたと聞いております。ほう。ところが突然、数週間前に姿を消してしまいまして。もしや誘拐。私たちも最初はそう思って調べていたのですが。誘拐じゃなかったんですか。
姿を消す前、彼女は身の回りのものを自分で処分していたのです。ふん、つまり自分の意思で行方を絶ったわけですな。ええ、その後成田行きの飛行機に乗ったことまでは分かったのですが、そこからの足取りが全く不明なのです。なるほど。しかも唯一残された手がかりはこの2枚の写真のみでして。ん？どれどれ。こちらはミセス・ミサコがまだ幼い頃故郷で撮った写真だそうです。ほう、これはまたえらい昔の写真ですな。この女の子がミサコさん。でも今は75歳のおばあさんなんだよな。あの、それからこちらがガムラン家に代々伝わるデザイアキューブという宝物です。うわあ、綺麗。ここについてるのって全部宝石なんですか？ええ、すべてを合わせて時価数十億円とも言われています。数十億円？すごい。で、ケイトさん、このデザイアキューブが何か。それが実はミセス・ミサコが消えたと同時に亡くなってしまったのです。じゃあ今はミサコさんが持ってるってこと？そう考えておかしくないですわ。おい、コナン、お前は引っ込んでろ。チッ。それでお父さん引き受けるの？結局は家出人探しだろう。気乗りしねえな。そこをぜひ、ここは何としてもミスター・モーリに。それが大臣のたってのご希望なのです。私からもお願いします。大臣のご希望。ああ、おい、聞いたか聞いたか。はいはい、わかりました。このお話喜んでお引き受けしましょう。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。なに、これでミサコさんは見つかったも同然ですよ。もうお父さんってばすぐこれなんだから。けど、ガムラン大臣はどうして警察に頼まずにおっちゃんのところへ。ま、俺の考えすぎだといいんだが。セーブするかい？ねえねえ、おじさん、ケイトさん帰っちゃったけど、これからどうするの？決まってるじゃねえか、ミサコさんを探すんだよ。でも父さん、探すって言っても心当たりなんてあるの？あ？いや、だからだな。おいおい、大丈夫かよ、おっちゃん。ったく、やっぱり俺が手伝わねえとダメみてえだな。そうだな、唯一の手がかりはあの写真だけ。少し調べてみるか。ねえねえ、おじさん、ミサコさんの写真見せて見せて。うるせえ、お前は引っ込んでな。そんな。もうお父さんいいじゃない、写真くらい。ったく、大事なものなんだからなくすなよ。はい。さて、気になるところはっと。
この女の子がミサコさん。でも今は75歳のおばあさんなんだよな。持っているのは千歳飴ってことは七五三か。持っているのは千歳飴。持っているのは持っているのは持っているのは。ここはどうやら古い神社かお寺みたいだ。となると鎌倉？いや京都か奈良とも考えられるな。ここはどう？これはあんまり関係ないみたいだな。ここはどうやら、ここはどうやら、ここはどうやら、これはあんまり関係ないみたいだ。ここはどうやら、これはあんまり、これはあんまり、これは洋服の女性だ。この頃にしては珍しいよな。洋服の女性なんてこの頃だとまだ都会ぐらいにしかいなかったはずだが。ん？待てよ。ってことはもしかして、ここはどう、ここは、これはあんまり関係、これはあんまり、持っているのは、ねえこの写真ひょっとしたら京都で撮ったのかもしれないよ。なんだって？ほら、よく見て。ここに洋服を着た女の人が写ってるでしょ？この頃に洋服を着る女の人なんて大きな町にしかいなかったと思うよ。それからこの後ろに写っているのは古いお寺か神社だよね。つまりずっと前から大きな町でかなり古い建物も残っているところ。なるほど。それじゃあ美佐子さんの故郷は京都ってことだと思うよ。それにさ、京都だったら成田空港で乗り換えて。そうか、関西空港で降りたってことも考えられるな。よく気がついたわね、コナン君。よし、俺は京都へ行くぞ。あ、おじさん、僕も。私も。いいけどよ、俺の邪魔するんじゃねえぞ。それはこっちのセリフだぜ、ったく。そして次の日、俺たちは朝一番で京都へ向かった。まだ見ぬミサコガムランを探して。セーブするかい？ちょっと待っててくれ。どのファイルにする？セーブするぜ。終わったぜ。京都に着いたのはいいけど、思ったより近代的ね。